ってわけでもない、もう昼だね。5日目の昼、ちょっとお出かけ行ってきます。ていうかオペラガルニエにね、中入れなかったから、この間せっかくだから中に入ってこようかなと思って。あ、この間のとこ行くの？そうそうそう、またメトロに乗って出かけよう。今日はいいお天気、あったかいし、かわいい。もうすぐ春が来るみたい。あー、なーにあの鳥、かわいい。日本にはないよね、めっちゃ上の方。へー、H&M ホーム、さあ行きましょう。リベンジオペラガルニエ。あれだっけ？そう。なんで？階段上がるときに。あ、え、大丈夫？傷ついてる。ママくて。ちょっと傷ついちゃったね。お土産屋さん行くの？ギフトショップ行くの？今？ギフトショップすごい。お、上行ってみよう。ブースだよね。へえ。違うよ。あの、ここのなんか劇場だからさ、そう、ボックスになってるじゃない？そのあれじゃない？真っ暗。行けるっぽいね。うん、怖っ。一緒に行きましょう。ここに、あ、なんか聞こえちゃう。
ね、すごくない？あれかなってどう見てもあれ以外何があるのよ。え？ツアーバスもう来てるね。あれ来てる。本当だね。ちょっと一瞬持ってるの、手袋する。計画覚えちゃう。どこ？あれみんないる？光ってるよ。ほら写真撮ろう。バチ。どう？お外に来たよ。見てあれ。どれ？あれ。でっかくない？あの白鳥。ねえねえ、ちょっとおかしくない？すごく大きい。こっち向かない。呼んでごらん。なんで？よう、よう白鳥とか、ほら見てくれたじゃん。かわいい。ねえ。みんな水遊びしてるよ、噴水で。なんか、みんな、何あれ？どこ？写真みんなですね、ガーデンで。はい。はい。あっちの方に雪がある気がする。なんかさ、夜になったら、どこも可愛い街なんだよね。多分ね。物件はいらないでしょ。ちょっと見てみようかな。暖炉もあるよ。20万だよ、月。これで？うん。っていうかさ、普通駅の名前これ書いてあるもんだよね。はい。何もないね。どっかに書いたんだ。気をつけて。なんかさ、すごい旅してる感あるよね。はい。すごく遠くまで来てる感じがするよね。着いた。
行事山本パリ漢文展。なんか、そうだ、撮ってたんですよ。今バラもらって、なんか ああいうところに行くと慣れてないから気遅れしちゃって、漁師さんは帰っちゃったっていうしさ。まあでもちょっと顔出せてよかったかなみたいな。